土見門家は、村上源氏小賀の諸流の公家の家柄、室町時代中期に廃絶した、安倍氏着流の公家、家族の家柄鎌倉時代初期に牽制を振るった、村上源氏着流の内大臣源、道近の子孫。道近の四内大臣、土見門正通りが、そ、定通の孫で、大城大臣に上った定金をはじめ、室町時代初期まで、 生家家の価格を維持したが、室町時代中期にあり通りが創生し絶景した。道下の長男通州や六尾通行も、土見かを講し、特に通り州は、死後、後佐が天皇の外祖父として、左大臣を送られたが、いずれも鎌倉時代に絶景した。平安時代の恩名師、安倍の生命を外する安倍氏着流一族の末裔で、朝廷に使える区下、価格は繁華、半化。 明治以降は家族、代々恩苗堂を科学とし、安倍氏着流として安倍氏の視長者を代々務めた。安倍氏は室町時代に他の国同様本性ではなく、土見門という仮名を称するようになる。一般的には、室町時代の当主、安倍祐予が土見門と称した最小とする説もあるが、実際には、室町時代中期から戦国時代にかけての当主、 優先から正式に、土御門の仮名を名乗ったと言われている。応仁の乱以来の戦乱を避けて、優先以降四代にわたり若狭国南部の尾乳軍、那多省に移住していた。当時の若狭は、東軍の副将を務めた、強大な守護大名武田氏の守護国であり、日後に預かるため都の苦行たちが多数下校し、繁栄していた。江戸時代初期に、土御門久さ治が、 徳川家康の命令で完全に京都に戻り、御所周辺の区別町ではなく、梅工事に研究所も兼ねた大規模な邸宅を構えた。天皇即位や聖遺体将軍宣言の儀式時には、天根草地夫妻という祈祷を行った。江戸時代中期の当主、土見門康史福は、天那三年、全国の恩苗氏の支配、任面を土見門家の独占とすることに成功して、 土御門家は唯一の恩明道宗家として全盛期を迎える。以降、恩明頭は土御門家が独占することとなる。さらに、大福は神道家、山崎安彩に指示して、恩明道と水下神道を融合した土御門神道を創設した。以後、恩明主党各種の免状を得るためには土御門家門下になる必要があった。土御門安志福は幕名によって、 渋川春海が着手していた、海歴計画にも参画し、完成の際には、陰陽頭の地位をもって、幕府主導で作成された、新歴法を朝廷に創生して、認可を取り付けた。以後、当時の暦屋だった、高徳家の没落も重なったことで、土見門どけは、陰陽寮の所管する、陰陽、天文、暦すべての分野を掌握するに至った。合わせて、前期の通り、 土見門家は、音名師等の人面権も持っていたので、その権力は非常に大きいものとなった。土見門家は、実質的には、幕末の当主、土見門春男から1869年を最後として、明治以降は、音名堂や天文学を公的に継承する家ではない。1869年に家族に列し、1884年に、 家族令が出されて五尺星が発足すると春尾の養子し晴久氏から1915年が死尺を授けられ、貴族院議員も務めた。戦後は、かつての土見門家の地業地である、福井県お乳郡な田し村に、宗教法人、天社土見門神党本庁を置き、時の当主、土見門のりただから1994年が同館長を務めていたが、 のりただが1994年に死去して後、土見家家は土見家ど神道に一切関与してしない。当代の土見家ど神道の代表は、旧家臣の末裔となり、土見家家の末裔ではない。なお、安倍の生命の男系血脈は、宇田源氏じや,やの後人への子で、安倍氏初流倉橋家の養子となった、倉橋遊儀と、その息子で土見家家の養子となった、 土見門康市坂への代で断絶しており、現在の土見門家、倉橋家当主はいずれも、さらに養子相続を繰り返した結果、戦国時代の当主、土見角優治から数えて、共に4回も、女系を経た当園となってしまっている。2020年現在に残る土見門家の末裔としては、現状の最後の男性当主である、土見門のりただの娘、 土御門義子が一人のみで他の子孫との連絡も取れず、菩提寺である梅林寺の墓も劣化が進んでいる。国立歴史民族博物館の旧校給料取調べ庁データベースより算出した幕末期の土御門家量は以下の通り。南北朝時代の柳原元明の子である安光を外する公家。安光と息子助家は現代名言に上った。 だが、柿津元年7月、スケイエの子である、当弁長厚氏が出家して、唐橋有り世の子を有志に迎えて、家督を譲ろうとしたところ、宗家の日の家をはじめとする一門の諸家が、菅原氏系の唐橋家からの有志に反対したのを、きっかけに、朝廷の議論は紛糾して、室町幕府もこれに介入し、最終的には、御花園天皇の直祭によって六箇所の所領すべてを、 没収され、一箇所は、唐橋有との子に与えられ、残り五箇所は、中見角や、四つ家などにご分割に処せられて絶景させられた。実践は、実施、転戦は、養子、転戦は婚姻関係。村上源氏、北条義時の娘、中野院通報の四男、安倍氏、萩原兼武の抜師、倉橋遊戯の長男、西木織久高の次男、 松平信正の次男、三室戸和光の三男、藤原北家、ありがとうございます。